KTM-8 は、ロシア連邦の鉄道車両メーカーである、ウスチカタフスキー車両製造工場が製造していた、路面電車車両。試作車も含め1988年から2007年まで、長期にわたる生産が実施され、71から608という、車両番号も有する。電気機器や、車体設計の違いにより、以下の3つの車種が展開された。 この項目ではこれらに加え一連の車種をもとに設計された発展形式についても解説する。また、形式名の記載については車両番号を用いる。ウスチカタフスキー車両製造工場はソビエト連邦で路面電車車両の製造を手掛ける輸送用機器メーカーである。1901年から路面電車市場に参入した同社は1963年から KTM-5 の製造を開始し、改良型の KTM-5M には1971年から1万5000両近くという大量生産が実施された。一方、1980年代には KTM-5 で用いられていた抵抗制御方式は、旧時代的な機構となっており、消費電力の抑制や機器の簡易化が可能な電気子直波制御を用いた。 制御装置が求められるようになった。そこで1980年代、ウスチカタフスキー車両製造工場でも、この制御方式を用いた車両の研究が始まり、1988年に、試作車2両が完成した。これが71から608である。電気機器として、再リスタ位相制御方式を用いた、制御装置が搭載され、制御回路は、 補助電源装置とともに充電池を呼び、静的コンバータによって駆動された。車体構造やデザインも大幅に変更され、側面のコルゲート加工が配されたほか、車体長が KTM-5 から延長され 15,250mm となり、乗降扉の数も右側4箇所に増設された。そのうち中央の2箇所は両開き、前後2箇所は片開きとなっていた。 車内には、革張りの座席が設置されていた。一方で、駆動方式は、KTM-5 と同様、自在継手や歯車を介して、動力を伝達する垂直カルダン駆動方式が、用いられた。主電動機の出力は8 0ットであった。車両の前後には連結機も設置されており、最大3両編成まで、総括制御運転が可能であった。製造後は、 カリーニン市電で1992年まで試運転が行われたが、以降の量産車の電気機器に関しても従来の抵抗制御方式を用いることとなり、サイリス体操制御を用いた71から608の量産は行われなかった。その後、2両とも1993年にモスクワ市電へ転属し、2006年に廃車されるまで営業運転に使われた。 71から608の発展形式として、中間電動車の71から609、モスクワのディナモ工場製の電気機器を搭載した71から614が設計され、後者は試作車の製造も行われたが、信頼性の低さやソビエト連邦の崩壊後の需要減少により双方とも製造、量産されることはなかった。 新機軸のサイリス体操制御を用いた71から608の開発と並行し、ウスチカタフスキー車両製造工場では、従来の抵抗制御方式を用いた71から 608K の開発も進められた。71から608と同様の、型運転台車体を有し総括制御も可能な、設計だが、グラスファイバー製の座席の採用など車体、 車内の一部に変更が加えられた。乗降扉の開閉には、チェーン駆動が用いられた。主電動機には、直並列組み合わせ制御に対応した DK-259E が用いられ、出力は5 0ットであった。運転室からの速度制御には、間接半自動制御が使われており、ノッチ数は10段だった。百八十九年から九百九十年に、 かけて試作車8両が作られ、チェリャビンスク市電やモスクワ市電に投入された。そのうち後者は1957年から1988年まで長期にわたって、チェコスロバキアの KD ータトラ製の路面電車を導入しており、自国産の路面電車車両の導入は数十年ぶりとなった。量産は1990年から始まり、ソビエト連邦及び、 ソビート連邦の崩壊後の各国に導入されたが、工実する欠陥が指摘されたことで、改良型の71から608 k まへ生産が移行し、1995年に製造を終了した。71から608 k の派生形式には、以下の2種類が存在する。ソビート連邦の首都、モスクワを走るモスクワ市電には、老朽化した。 旧型電車の置き換え用として1991年以降71から 608K の量産車の導入が開始された。だが、車体幅が T3 よりも広い 2622mm であったため、走行可能な路線が限定される事態となったほか、乗降扉の開閉装置や充電池の信頼性の低さ、そして電気機器が内蔵されたキャビネットが、 運転室の後方にあるという危険性も問題となっていた。そこで1992年にモスクワで開かれた会議でこれらの欠陥を改善した車両を開発する方針が決まり、1994年からモスクワ市電をはじめとする各地の路面電車へ向けての生産が開始された。これが71から608キムである。モスクワを示す形式名 M の通り、 設計においては、モスクワ市電での運用を考慮した設計がなされており、車体幅が二千五百ミリメートルに縮小したほか、乗降扉の開閉機能もチェーン駆動から、ラックピニオンを用いた方式へと変更された。全面形状についても線だって製造された、両方向継車両である七十一から六百十一を元にしたデザインに改められた。後部に設置されたキャビネット部分は安全性を、 確保するため面積を増やした。1994年8月に試作車が2両製造され、同年末から71から 608K に変わって量産が開始された。量産過程では、わずかな丸みを帯びた全面形状への変更、車内照明の交換、安全性の向上などの設計変更が実施された、ほか、シングルアーム式パンタグラフや、 新設計の台車など後継車両の開発に向けた試験も多数行われた。製造は2007年まで行われ、合計579両が旧ソ連各国の路面電車に導入された。71から608ケムの派生形式には以下の2種類が存在する。71から611ありがとうございます。